こんにちは。車中泊翌日です。普段なら、帰ってですね、自転車に乗りたいんですけども、今日はもう日中も雨なんで、まだ高知市にいます。今日はですね、新しく高知市に温泉施設が、4月の23日にできましたんで、そこに来ました。名前が土佐望月温泉姫和子の湯という名前です。それでは行ってみます。今時間は2時前、お昼の2時前ぐらいなんですけども、ゆっくり夕方まで入って、夕方帰りたいと思います。姫和子の湯、入ってきました。ですね、県内最大級の露天風呂を備えた天然温泉、非常に広かったです。露天風呂で壺湯とか、露天風呂も3つぐらいかな、いろいろあってすごい開放感のある施設でした。平日は大人が850円、土日祝日が950円です。今オープン記念として5月末まで、土日祝日も850円、入浴時間が8時から深夜の1時までです。ここのサウナですけどね、県内初のオートロウリュサービス、ロウリュが30分おきだったかな、自動でこうスチームみたいなのが出てくるんで、すごくね、そのサービスを備えた高温赤外線サウナ、すごくね汗がかきやすかったです。結局7回だったかな、入って12分を7回入ったんですけど、最後の方までね、ずっとこう流れるような汗をかきました。ああ、うまい。それでは5時になりましたんで、帰りたいと思います。
それでは、高速乗って帰りたいと思います。では。